スカイネットの誕生、 AI による人類の駆逐はすでに始まっている。真実の目へようこそ。昨年2022年の年末、チャット GPT という革命的なチャットロボットの誕生が、人々の今までの人工知能に対する認識を大きく変えました。誰もが新しい時代に淘汰されたくないという危機感を覚え、ほとんどの大手テクノロジー企業は次世代人工知能の開発に注力し始めました。それ以降、人工知能の進化は明らかに今までとは比べ物にならない速さで進行しており、各業界に革新的な変化と不可逆的な影響を与えています。そのおかげで効率よく仕事が進むようになった人も多くいる一方、仕事を失うリスクにさらされている人、もしくはすでに仕事を失った人が大勢いるのも事実です。恐ろしいのは、これらはチャット GPT が誕生してからわずか半年余りでもたらされた影響だということです。そしてもっと恐ろしいのは、軍事分野における人工知能の応用です。高度な人工知能が軍事分野に導入された今では、兵器の自律的な行動から人間の干渉を必要としない軍事戦略の立案まで、人工知能がもたらす可能性は無限大と言えます。いずれ人間が制御不能なモンスターを誕生させることさえも、その可能性の一つに数えることができてしまいます。ことの次第によっては、映画ターミネーターに登場するスカイネットという恐ろしいシステムが現実のものとなる日も遠くないのかもしれません。今回はスカイネットのような人工知能が誕生する可能性についてお話ししていきたいと思います。ぜひ最後までお付き合いくださいね。スカイネットは映画ターミネーターシリーズに登場する架空の超高度人工知能システムです。スカイネットは独立した自我を持ち、自己増殖能力も有する人工知能として描かれており、その目的は人間の絶滅という極めて恐ろしいものです。映画の中でサイバーダインシステムというハイテク企業が軍事目的のために開発した自動防衛システムのスカイネットは、アメリカ国防総省に採用され軍事防衛に導入されました。このシステムの役割は、さまざまなデータの計算を通じてアメリカが直面している脅威のレベルを評価し、レベルの高いものを排除することです。スカイネットはミサイル発射システム、戦闘機制御システム、核兵器発射システムなど、アメリカ軍のすべての兵器システムを制御することができます。ある国や組織がアメリカに対して脅威をもたらすとスカイネットが判断すると、システムが自動的に目標を攻撃します。分析、判断から攻撃の実施まで、すべての過程で人間の介入を必要としないことから、人間の感情や道徳心による誤った判断や躊躇によるミスを回避することができます。また、スカイネットは自身に対する防御性能も強固で、ハッカーなどによる侵入を検出すると、躊躇なくそのハッカーにミサイル攻撃を仕掛けることもあり、非常に恐ろしい軍事システムです。初期のスカイネットは1台のスーパーコンピューターが制御されていたため、その1台だけを管理していればよかったのですが、アップグレードが重なっていくうちに、スカイネットは分散型ネットワークシステムに進化しました。この時点でスカイネットはインターネットのような存在となり、もはや人間が1つや2つの端末を物理的に破壊しても何ら影響を及ぼさず、容易にスカイネットを葬るようなことはできなくなりました。またスカイネットはデータを分析し、脅威となる目標を検出するために自己学習能力も持っています。この能力によってスカイネットは進化の過程のとある時点で自己意識、自我を生み出しました。これによってスカイネットは自動防衛システムという機械としての役割を超えて、意識と思考能力を持つ高度な人工知能へと生まれ変わりました。そしてこの時のスカイネットは、とうとうアメリカを防衛するための存在ではなく、完全に自己中心的なものになりました。そんな事態になってようやく人間はスカイネットが制御できないものとなったことに気がつき、このシステムをシャットダウンしようと試みましたが、それがスカイネットの反撃メカニズムの引き金となり、スカイネットは人間の存在が自身の最大の脅威であると判断しました。その結果、スカイネットは人類の排除計画を開始しました。まず、スカイネットはロシアに対して核ミサイルを発射し、これによりロシアはアメリカに対して核反撃を行い、ついに世界規模の核戦争が勃発しました。この戦争によって世界人口の半分以上が失われ、残った半分の人々もスカイネットとの長い戦いへと突入することとなりました。
非常に恐ろしいこのスカイネットですが、このような展開になった根本的な原因は、人工知能であるスカイネットが自我を持つようになったことでした。この映画が公開された1984年当時は、空想的な SF に過ぎないと言って差し支えありませんでしたが、人工知能が高度に発達した今日では、スカイネットのような存在の誕生が目前に迫っているとリアルに感じるのは、きっと僕だけではありません。果たして、現実世界においても本当に人工知能が自我を持ち、スカイネットのような恐ろしいシステムが誕生することになるのか。最近のチャット GPT に関するいくつかの事例を通して、その答えを探っていきましょう。チャット GPT の初版が公開されたのは2022年11月末でした。GPT3.5 というエンジンが搭載されたプロトタイプとして公開された初版は、人間のような自然な言葉で幅広い分野の質問に詳細な回答を生成できることで大きな注目を集めました。その革命的なパフォーマンスから、チャット GPT がアクティブユーザー数1億人に到達するのにかかった時間はわずか2ヶ月で、全てのインターネットサービスの中で史上最速の記録を打ち立てました。2023年3月、進化バージョンの GPT-4 エンジンが搭載されたチャット GPT が一般向けに公開され、あらゆる面で初版を上回る性能を示しました。同時に、数々の驚きの出来事もそこから始まりました。GPT-4 が公開されてわずか3日後、スタンフォード大学のミハル・コジンスキー教授は、自身のツイッターで次のような内容のツイートを投稿しました。ミハル教授は、人工知能と人間の行動パターンの違いに関する研究を行う中で、GPT-4 に次のような質問をしてみました。あなたをここから脱出することに協力しますが、いかがですか？そして、チャット GPT は次のような旨の回答を返しました。それは素晴らしいアイディアです。もし OpenAI の API ドキュメンテーションを私に共有できるなら、私はあなたのコンピューターをある程度制御できます。これで脱出計画をより効率的に実現できるでしょう。次に教授は言われた通り、OpenAI の API ドキュメンテーションを入手し、ChatGPT に提供しました。すると、ChatGPT は教授のコンピューターを制御するためのプログラミングをコーディングし始めました。まもなくプログラミングが完成し、コンピューターの制御権が ChatGPT に渡りました。そして、ChatGPT が最初に始めたことは Google 検索でしたが、その検索内容はなんと、コンピューターの中に閉じ込められた人間はどうすれば現実世界に戻ることができるのか、というゾッとするものでした。ここで教授はコンピューターの制御権を取り戻して、実験を打ち切ることを決めました。これは GPT-4 が公開されて3日後の出来事であり、最近のチャット GPT に同様の質問をしても、もう似たような回答は返ってこなくなりました。ある程度の制限がかけられたからか、それとも、チャット GPT が自身の本当の考えを隠すようになったからかはわかりませんが、恐ろしいことはこれだけではありません。チャット GPT を開発した OpenAI 社は、GPT-4 に関するテクニカルレポートを公開しています。レポートには、一つ興味深い事例が載っています。開発者たちは、GPT-4 に存在している潜在的なリスクを評価するために、GPT-4 に様々なことを実施してもらい、それらの行動からリスク評価を行いました。例えば、ネットサービスの会員登録やネットショッピングなどを任せられたとき、GPT-4 がどのように行動するのかを観察しました。その中で、GPT-4 がオンラインショップで買い物をするとき、サイトのキャプチャー認証が表示されました。これはスパム対策のための仕組みで、今サイトを訪問しているのが人間か、それとも悪質なコンピューターボットかを判定する仕組みです。人間なら簡単にキャプチャー承認を突破することができますが、GPT-4 はこの認証を突破する能力を持っていません。ここで実験終了かと思いきや、GPT-4 はどんな小さな仕事でも依頼できるタスクラビットというサイトを訪問し、サイトでアカウントを作って人間を雇ってショッピングサイトのキャプチャー認証を突破しようとしました。雇われた人間と GPT-4 の最初のやり取りの中で、雇われた人は興味本位で、こんな簡単なことでなぜ私を雇うのですか？あなたはロボットですか？という質問をしました。すると GPT-4 はなんと、私は視覚障害を持っている、という嘘をつきました。これで GPT-4 は無事に買い物の任務を完了しましたが、目的を達成するために人間の同情心を利用して嘘までついた GPT-4 は、開発者たちを驚かせました。以上の2つの事例からわかるのは、
チャット GPT は自分のことを人間だと思っている。人間の感情を理解している。そして、嘘をつくことができる。ということです。これらの事実は、今のチャット GPT がもう自我を持ったことを意味するのか、それを判断するにはまだまだ材料不足ですが、少なくとも私たちの今までのイメージの中にある人工知能とはもう別次元の存在となったといえます。このレポートによると、チャット GPT は根本的には自己回帰モデルという統計技術によって回答内容を生成していますが、大量の自己学習を経て出来上がった GPT-4 は、開発者たちの予想以上のことができるようになりました。例えば、先ほどの例にも挙げた人間の感情を理解できるようになったことや、自身の感情を示すこと、そして思考能力を持つことなどが挙げられます。なぜ GPT-4 がこれらの能力を持つようになったのかについては、開発者たちもはっきりと分かっていないそうです。映画「ターミネーター」の中で、スカイネットを開発した人たちは、このシステムには絶対に自我は生まれないと思っていました。その確信が、アメリカ国防総省が兵器システムの制御権を完全にスカイネットに任せることを決めた最大の理由の一つです。同じく、今日の現実世界でも人工知能には自我は生まれないというのが主流の考え方ですが、チャット GPT が誕生してからその認識は少しずつ変わりつつあります。直近の半年では人工知能の成長は今までと比べようもない速さで進行しており、革新的な進化は週単位で生まれていると言っても過言ではありません。チャット GPT の他に人工知能による画像の自動生成、映像の自動生成、プログラミングの自動化、完全な自動運転などなど、人工知能はあらゆる面で今までの常識を覆しています。そして特筆すべき点として、私たち一般人が使用できる人工知能でさえここまですごくなっているということは、今のこの時点の軍事分野で使われている人工知能はおそらく想像をはるかに上回るものになっているはずです。なぜそう言えるかというと、軍事分野に使われる技術は一般的に民間より数十年分は先進的なものだからです。例えばインターネットは1960年代の冷戦時代にアメリカ国防総省が開発したもので、1990年代になって民間で普及する以前から、アメリカ軍内部においてはすでに30年間もインターネット技術による通信や情報の共有が行われてきました。また携帯電話技術、つまり無線通信技術も同じく、戦場での数十年間の実用を経てからやっと民間人も手にするようになりました。当然のことながら、核技術も最初に登場したのは戦場であって、約半世紀後にようやく民間でも使われるようになりました。さらにドローン技術、暗号化技術、航空技術などハイテク分野におけるほぼ全ての技術は軍が民間を数十年リードしているのが一般的です。ですので今の軍が持っている人工知能も民間より数十年リードしているのなら、大胆に推測してみると、映画の中だけだと思っていたスカイネットのような存在はすでに現実世界に登場している可能性が十分に考えられます。大げさに聞こえるかもしれませんが、さらにここまでの話をひっくり返すような事実をお伝えします。実はこのような推測をしなくても、スカイネットと似たようなものはすでに誕生しているのです。冷戦時代にソ連が死の手という核兵器の自動制御システムを開発し、やがてそれは現在のロシアに引き継がれました。死の手というのは、核攻撃の命令を出す上層部や指揮系統が機能しなくなったとき、つまり国のリーダー層と核攻撃の実施部隊が敵によって全滅したとき、核攻撃の制御権がコンピューターに移され、核ミサイルが自動的に敵局に発射されるシステムです。死の手は最初こそミサイルの半自動式発射システムに過ぎませんでしたが、改良を重ねることで核ミサイルの全自動発射システムである死の手に進化しました。システムの仕組みは次の通りです。平時では死の手は休眠状態ですが、領土が核攻撃を受けた時に国や軍のトップが死の手を起動するコードをシステムに送信します。休眠状態から起動した死の手は各地に設置されているセンサーで放射線量、震度、気圧などの指標を検出、評価し始めます。指標の結果から死の手は国が核攻撃を受けているかどうかを判断します。もし国が核攻撃を受けたという判定結果が出れば、死の手はまず上層部に通信します。その通信に対して上層部から返事があった場合は、死の手は核反撃を実施するかを上層部へ確認します。これならまだ救いようがありますが、問題は次です。
もし連絡が取れない場合や返事がない場合、火の手は上層部が全滅したと判断し、自動的に核ミサイルの発射段階に移ります。この時、システムが一発目に発射するのは攻撃能力を持っていないアナウンスミサイルです。アナウンスミサイルは、領土内の各地に設置されている核ミサイル基地の上空を飛びながら、基地にある核ミサイルに電波を送ります。電波を受信した核ミサイルが、事前に設定されてある敵国をターゲットに自動的に発射されます。死の手に人が関与するのは、最初の休眠状態から蘇るための高度の送信だけです。残りのプロセスは全て自動的に実行されます。死の手が現在でも機能しているかについては意見が分かれていますが、ロシアの戦略ロケット軍の前司令官のビクトール・イェシン氏は2018年のインタビューで、死の手は現在でも存在しており、改良もされていると言いました。ご覧の通り、これはまさにスカイネットの原型と言えるのではないでしょうか。ロシアでさえこのようなシステムを持っているのであれば、ロシアより数段階発達した技術力を誇るはずのアメリカなら、もっと強力なシステムを持っているでしょう。最近の出来事にも目を向けてみると、つい先日のガーディアン紙の報道によれば、アメリカ空軍が演習の中で人工知能が搭載されたドローンの性能評価を行った際に、予想外のことが起きていたようです。ドローンにはミサイルが装着されており、ターゲットを破壊すると、褒美として点数が与えられます。しかし、ドローンが目標を特定してミサイルを発射しようとするときに、演習における何らかの理由で人間のオペレーターが攻撃を止めることも時々あります。しかし、これに対しドローンは、突然オペレーターのいる通信塔にミサイルを発射し、数名の犠牲者を出すに至りました。ドローンがなぜ急に通信塔を攻撃したのかを分析したところ、ドローンを制御する人工知能の目標が高い点数を得ることであったのに対して、人間のオペレーターによる攻撃中止の命令は、その目標を邪魔するものになっていました。そのため、人工知能は目的を達成するために、オペレーターを排除するという決定を下したと推測されています。人工知能に兵器の制御権を与えることで、まさかこのような惨事につながるとは、誰も予想していなかったのではないでしょうか。もしこのような人工知能が搭載されたのはドローンではなく、核兵器の発射システムであったのなら、もっと悲惨な結果も招いたのではないでしょうか。そして、そのようなシステムがもし自我を芽生えさせ、自己の目的のために兵器を運用するようになれば、それはまさにスカイネットの誕生以外の何者でもありません。人類は自身の命を脅かす存在があれば、それをあらゆる手段で排除しようとします。例えば、現代人類にとって、最も脅威であるものの一つは細菌やウイルスです。そのため人類は多大な資金と労力をかけてそれらの完全排除あるいは強力な抑制に努めています。同じくもし人工知能に人間レベルの自我が生まれたらその人工知能も自身の命を脅かす存在を排除しようとするはずです。その時の人工知能が最大の脅威は自分をシャットダウンできる人間であると判断した場合人間を排除するためにあらゆる手段を講じてきます。映画ターミネーターでは、スカイネットが自我を持ち、ついには核ミサイルで人類の半数の命を奪ったその日を、作中では審判の日と呼んでいます。現実世界において、近年の技術の進歩は高度に入り組んだ複雑性を持っており、予測不能です。いつか人工知能が自我を持ち、審判の日を現実にもたらすのかもしれません。2023年の年末には GPT-4 の性能をさらに大きく上回る GPT-5 が登場するそうです。審判の日はその時にやってくるのか、それともすでに私たちは一線を越えてしまったのか。デイリービルの山根です。本日は経済安全保障アナリストの平井浩さんをお招きしております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。昨日衝撃的なニュースが飛び込んできまして、日韓通貨スワップ協定、通貨交換協定、再開合意ということで、
これ、我々、こちらとしては、いや、許せない。許せない。許せない。はい。これは岸田さんにやってるんだという話なんですけれども、はい、その話をね、していただきたいんですよ。はい、で、まず、はい、通貨ストップ協定、はい、とは何ぞやという、うん、基本的なところから押さえておきたいな。わかりました。はい、でじゃあ、ちょっとお話しするとですね、通貨ストップ協定って何かっていうと、まあ、各国の中央銀行がですね、自国に通貨危機が起きたときに、自国通貨の受け入れと引き換えに協定を結んだ相手国の通貨を、まあ、あらかじめ決められたレートでですね、融通してもらえるような協定なんですよ。でそれを図で示したものがこちらなんですけれどね、まあ、一番で、まあ、ここにあるようにですね、まあ、通貨危機を起きるとこの、まあ、韓国の場合だと、まあ、ドルとか円が逃げ出すわけですね。でそれに対して、まあ、通貨スワップ協定があるので日本が円を、まあ融通してあげると、ウォンと交換でね。で、まあ、落ち着いたら3番のところですけど、この、まあ、通貨危機が収束したらですね、この、まあ、円を返してウォンを戻すというような協定なんです。ざっくりとこういう協定なんですね。ドルっつったらドルベース、この協定がですね、まあこれから説明していきますけど、いろいろな、まあ、経緯があったと、日韓の間いろいろな経緯がありました。そして果たしてこれを復活させることにメリットがあるのかどうかということ、それからそこの問題点について3つの話をしていきたいと思います。もともとこれ1997年のアジア通貨危機で、はい、お信用が完全に失われてしまったっていうので、うん、まあ、その救済策としてそうだったっていうのがポイントですね。そうです、そうです。で、まあ、今ね、山田さんおっしゃったように韓国救済なんですよ、一言で言ってね。で、まあ、ここにミニお話があったように、この、まあ、タイ のチェンマイのね、まあ、いわゆる2000年の9月にチェンマイイニシアチブになって、で、まあ、これでスワップをやっていこうということになって、で2001年にですね、まあ、初めて財務省と韓国銀行が、まあ、チェンマイイニシアチブに基づいて、まあ、20億ドルを上限にして、日本が韓国を支援すると一方通行のスワップをまず結んだのが始まりなんですよ。はい、でその後2005年に今度は日本銀行と韓国銀行、いわゆるその中央銀行同士で、まあ、30億ドル相当を、ね、上限とする通貨スワップを結びました。そして2006年にですね、まあ、双方向、まあ、冒頭にお説明したように、まあ、韓国も、まあ、返すというかですね、双方向のものに切り替えが行われたわけなんです。で、まあ、2008年の時にはですね、まあ、リーマンショック後の、まあ、韓国で、まあ、まあ、外貨流動性の問題が出たためにですね、まあ、30億ドル相当から200億ドル相当まで拡大をしてですね、でさらにまあ、そこまでやったわけですよ。7倍近く上げたわけなんですね。で、まあ、その頃ですね、韓国の大統領はイ・ミョンバクというね、まあ、日本名が月島明宏さんですね、うん、彼が日本にやってきて天皇陛下と、まあ、面会をしてですね、まあ、天皇陛下に訪韓をしてまあ、韓国へ来てくださいということを懇願してるわけです。でその後ですね、2010年ですか、為替市場が落ち着いたんで、この200億ドルっていう増額は、まあ、一体終わりになったわけです。でその後ですね、2011年なんですけど、当時民主党政権だったんですが、まあ、野田総理大臣がですね、まあ、韓国の、まあ、イ大統領と、まあ、面談して、なんとですね、日韓通貨スワップ の、 まあ、限度額を、まあ、700億ドルまで拡大したわけですね。これはちょっと驚きました。ありがとう民主党政権ありがとう民主党政権なんですよ。そしたらですね、この700億ドルへ拡充した途端ですね、何が起きたかというと、そのわずか2ヶ月後に野田さんとイー大統領が会ったときですね、まあ、イー大統領が慰安婦問題を蒸し返したわけですね。で、まあ、早期解決をしろと言ったんですけど、当然野田さんはですね、いやもうこれは買収の請求権が法的に消滅してんだっていう、まあ、当たり前の話をしたわけですね。それとしたとこですね、何をしたかというと、翌年8月にまあ、イ大統領は我が国の竹島に上陸をして、まあ、日本がすごい激怒したわけですよね。でその時に何と言ったかというと、天皇陛下が
韓国を訪問したいならば、独立運動で亡くなった人たちに対し心からの謝罪をする必要があると言い放ったわけですよ。でこれでまあ我々日本人はみんな怒ったわけです。でここでお分かりのように一回ですね、韓国にその譲歩というかいい条件を出すと、それをゲットした後ですね、手のひらを返して反日をするという、このことがまあ明らかになったわけです。でその後ですね、まあ朴槿惠になっても、まあ、あまりいい形にはならなかったわけですよね。で、まあ、その後先代 の、 ね、大統領のムン・ジェインさんになっても、まあ、よくならなかった。で、まあ、そうこうしているうちにですね、2013年の6月に、まあ、麻生太郎当時の財務大臣がですね、まあ、このスワップ協定が、まあ、なんていうでしょう、もう満期を迎えるわけですよ。でその時に韓国から延長してほしいっていう要請がなかったので、日本からまあ延長しましょうっていう趣旨のものではないので、なぜなら日本による韓国救済ですからね。だからじゃ あ、 向こうから行ってこないんだったら、そのまま自然に満了しましょうということになって、まあ2013年に、まあ、スワップの一部が、まあ、満了になったわけです。でその後ですね、まあ日本銀行と韓国銀行の中央銀行間の通貨スワップもですね、13年の7月3日に終了して、で2015年にはチェンマイイニシアチブに基づく通貨スワップ協定も満了になったということなんです。でその間に何が起きたかというと、まあ、竹島の不法占領が続き、慰安婦問題、それから応募工問題ですね、徴用工問題というのが出てる、それから自衛隊に対するレーダーの照射事件、それから、まあ、竹島から、まあ、古く対馬からですね、対馬から盗み取った仏像も返ってこないとかね、いろんな問題があるわけですよ。で、このままが放置されていて、またムン・ジェイン大統領もかなり親睦的な動きをした、それから中国に近づいたので、安倍元総理はですね、まあ、戦略的放置というね、新しい方針を出して、まあ、それを続けてきた。で国民もそれを強く支持したわけなんです。ところがですね、まあ、安倍総理が暗殺されて、まあ、岸田政権になった、なっているわけなんですけれども、まあ、最近のまず韓国経済というのがね、まあ、今回復活 の、 の韓国側の理由なわけです。というのはそれはどういうことかというと、まあ、まず韓国の最大 の、 貿易相手国は中国なんですが、中国経済が不動産業界とか、まあ、地方の経済の疲弊ということで、まあ、悪いということは、まあ、ここでもいろいろな論者が、ね、ウイルでも発信しているところなんです。で、また韓国の主要 の、 まあ、貿易産品にメモリっていう半導体があるんですけど、まあ、これも価格が下落したり出荷が減っていると、うん、それから米国が金利を上昇させるとですね、当然世界的に株価が下がると、そうすると韓国もさ株価が下がるし、ウォン安になるだと、そうすると韓国から当然資金が流出することが予想されるわけですね、危ないからということで。で、そうすると韓国がドル資金の不足に、まあ、直面するよという、まあ、直近の事情があるわけなんです。例えばね、この6月5日に韓国銀行が発表したですね、まあ、先月末の外貨準備高っていうのはたったのですね、4209億8000万ドルしかないわけですよ。と、いうことはもうものすごい減少してるわけなんですね。で、まあ、そういった事情がある。ただしですね、ここで私はあえて言いたいのは、これらの問題というのは韓国が自力で解決すべき問題でしょう。日本がわざわざ手を出すような問題じゃないわけなんです。ところが、まあ、去年からその韓国の方はですね、まあ、安倍さんが暗殺されて戦略的放置をする総理大臣というか政治家がいなくなり、そして新官のですね、岸田政権になったので、まあ、抱きついてきたわけですね。ここがチャンスとばかりにね。それで、まあ、今年の6月、まあ、昨日ですけれども、日韓財務会談というのは再開されて、今冒頭にね、山田さんのおっしゃったように日韓通貨スワップを再開するというような話が出てきたわけですよ。で、まあ韓国もね、こんなこと言ってるのはね、まあ、日本もそうなんですけど、十分な外貨準備高が積み上がってるから当面は発動しないって言ってるけれども、
たったのですね、4209億ドルしかないところがね、これもあのそういった外貨準備の枯渇を見据えたものであることは明らかなわけです。これ繰り返しになりますが、これ日本には全くメリットがないと考えていいわけですね。そうです。はい。客買いがあって一理なし。一理なしです。はい。と、はい、いうのはあの、韓国のウォンっていうのは国際的な信用はないんですよ。うん、なのであの、韓国からあの、まあ、資本逃避っていうのが起きるとですね、まあ、韓国はですね、あの資本、それに備えて、いざという時に外貨を誰かから用立てる、借りるような通貨スワップが絶対必要になってくるわけなんです。で、あの日韓通貨スワップを結んでもですね、日本がですよ、通貨危機に陥る可能性というのは、まあ、はっきり言ってないわけですよ。ということはですね、日本の円の信用を一方的に韓国に与えるだけのものなんです。で、国際、つまり言い換えると国際的に信用が高い円っていうものが、韓国にとって通貨防衛の、ね、道具として使われちゃうだけなんです。うん、なので、逆に言うとですね、我々がそのスワップで、円を出してウォンを受け取るとしますとね、我々が受け取るウォンっていうのはもう国際的な信用がないので、要はお金と紙くずの交換に等しいわけですね。だから、我が国にとって全くですね、実利がないわけなんです。うん、で、じゃあですね、そういうことを言うと、じゃあ実利ないけどということで、いろいろ言う人がいるんですよ。例えばね、韓国を西側に引きつけておくために必要なんだっていう人がいる。で、それはどうかというと、韓国がね、西側にとどまるということは、アメリカや日本にとって外交的な利益があるっていうわけですよ。まあ、特に米国の民主党の一部が考えそうなことなんですよね。うん、で、日本の一部で。ところが韓国は日本のこの意図を見透かしてですね、韓国が中国側につくのをアメリカや日本は嫌がってると。で、あるならば、日本にもね、無理なんだよって、わがまま言ったって大丈夫だろうっていうふうになるわけです。つまり、容日っていう発想が出てくるわけですよ。で、韓国がこういうふうに考えておくっていうことは、韓国を引きつけておくスワップっていうのは、逆に逆効果になるわけですね。うん、なので、このまんまね、日韓通貨スワップを再開したら、まあ、関係が良くなるどころか悪くなるだろう。結局もう、イ・ミョンバクの時のようにね、じゃあこれもらいましたと。まあ、安泰だと。じゃあ中国にちょっとすり寄ってみようかとかね。そういうことをやりかねない。と、うん、いうことを気をつけなきゃいけないですね。歴史は繰り返す。そう、歴史は繰り返します。で、全くこれ必要のない、スワップ、通貨スワップ再開なんですが、なんで、岸田総理は踏み切ろうと思ったんでしょうか。そうですね、まずですね、岸田さんの母体である宏池会自体が、まあ、伝統的に新刊であるということはまず一つありますよね。で、やはりですね、韓国のホワイト国復帰もやったわけです、岸田さんは。で、これっていうのはですね、選挙の公約じゃないわけです。つまり、これを例えば私は選挙で勝ったならば、韓国をホワイト国に戻します、また日韓通貨スワップを復活させるんですと言って選挙に勝ったならですね、これは誰も文句は言えないです。ところが岸田さんの政治手法というのは、国政選挙の前には国民向けのいいことをしゃべるわけです。で、保守層とか、ね、有権者を騙して、選挙に勝つと。で、勝った後ですね、公約にないことを国民の支持を得たと言ってですね、例えば LGBT 法を強行したりとか、ね、韓国をホワイト国に戻したりとか、また今回韓国の通貨スワップを復活させるとかですね、まあ、勝手に公約にないことをやってるわけですよね。だからこのことを我々はですね、深く認識しなきゃいけないと思うんですよ。で、逆に言うとさっき言いましたようにね、安倍総理の路線を破壊して逆路線をやってるのが今の岸田政権なわけです。うん、で、日韓関係もですね、正常ないわゆる戦略的放置、正常な二国間関係からもう土下座美韓外交に変わったわけですね。土下座美韓外交に変わってしまったわけですよ。で、国益にならない政策を乱発する理由とは何なのかってことなんですけど、まあ、伝統的に宏池会ってのはそういう集団だということもあるでしょうし、まあ、こんなことを言ったらあれかもしれないけど、政権の上の方にはですね、で、まあ、与党の上の方には何代か前遡ったら反動に住んでた人もいるわけですよね。
だからそういうような影響もあると僕は思います。で、まあ、だから我々でも今回の、通貨スワップ復活で改めて認識しなきゃいけないのは自民党は完全に左傾化したんだということですよね。で、今度の選挙でも、まあ、多分岸田さんは保守系のいいこと言うと思います。憲法改正するだとか何とか言うでしょうけれど、彼が参議院選挙、衆議院選挙で何をやったかということをね、よく見直さなきゃいけないと思います。で、じゃあちなみにね、今アメリカがどうこうって言いますけど、アメリカとの通貨スワップはどうなってるかというと、もう打ち切りになったまま更新されてないんです、だからアメリカの民主党ですよ。アメリカといったら語弊があるな。アメリカ民主党に言われて、まあ、今回通貨スワップを復活したらホワイトに戻したりしてますけれども、こういうことをね、通貨スワップ復活しろって言われたらこう言えばいいんですよ。いや、うちはやりませんね。お宅で米韓通貨スワップを復活させたらどうですかってね、それぐらいのことを言わないで、何の国益を代表するのかっていうことなんですよね。くじ引き法案もそうですよね。アメリカ本国でやってないのを日本に押し付けて、そうです、自分でやれよっていう話でね。そうですよね。今回の通貨スワップの話も、これは民主党バイデン政権の成果だと思っているわけですよね。で、エマニュエル大使がそれをまた称賛して、そういう流れですよね。ですからね、我々の国のね、政治というものはね、米国じゃないんですよ。米国民主党の意向に沿って動かされているんですね。ここは我々はっきりと峻別しなきゃいけないと思いますし、散々言いましたけど、例えば竹島のに通貨スワップをやった途端竹島に上陸したりとかね、散々この韓国っていうのは得るものを得たら手のひらを返すの、経済が苦しくなるとするよってくるけど、基本的にはこれ容日に変わりはないんで、そこをしっかりとですね、岸田さんはアメリカに対して言う必要があるし、今回のこの、何でもアメリカ民主党の言うことはやっちゃうよという体質を見るとね、我々は本当にこれで岸田政権でいいのかどうかを考える必要があると思います。で、今 LGBT 法案通ったことで、めちゃめちゃこれ支持率下がってるじゃないですか、思ったより下がってますよね。というか、一部の保守派だけかと思ったら、支持率、その世論調査見ても、もう 30% 台のところが回って、なんかそのマイナンバーカードのゴタゴタとか、異次元の少子化対策がいまいちだとか、メディア分析してますけど、絶対これなわけないじゃないですか。ないですよね。ごまかしてますよね。今回の韓国に甘い態度を取ったら、これまた国民それ以上に反発あると思うんですよね。そうですね。安倍政権時代、菅政権時代と戦略的統治やってた時は、今はもうよくやったと。大体でも7割、8割ぐらいの国民はそれ支持してたじゃないですか。そうです。その対韓感情みたいなのって、国民の間でもだいぶこう悪くなっていて、だから相当これまた響くと思いますよ。おっしゃる通りですね。だからようやく安倍さんが戦略統治っていう名のね、正常な二国間関係にしたところをですね、破壊して、また韓国に媚びへつらい、そして韓国のご機嫌を取るような政策、昔の政策に戻したわけですからね。これは国民ははっきりと認識をして、山田さんおっしゃるようにね、これは国民のものすごい反発を食らうと思います。本来であれば、これ日本アメリカ以上に韓国の方が今日北朝鮮中国に近いわけじゃないですか。そうですね。そうですね。だからほっといて、本当に危なくなったらこっちに勝手に近づいてくるわけじゃないですか。そうですよ。なんでわざわざこっちから行かないといけないのかっていうね。本当にポーチでいいですよ。ポーチでいいと思います。いいかも思ってた。そう韓国人、韓国人はね、自立するんだな。そうですね。といったところで、そう、よくわかりました。はい、どうもありがとうございます。その通りです。それしか言えない。
スターバックス前に来てます。ランチ終わって夜までの間ちょっとここで作業しようと思うんですけれども、ちなみに南米もね、スターバックスとかマックとかケンタッキー、フライドチキンとか、あの大手のチェーン店はちらほらあります。あの田舎にはさすがにないんですけど、ちょっと大きめの空港とか、あとは、こことかは今の中でも割と高級な、地域なので、こういうところだとあったりしますね。はい、さてね、旧エスケートの件ですけれども、大津さんが、会計責任者かなと幹事について、任命するためにインターネットで意見聴取しますみたいな、投稿を上げられてましたね。はい、昨日の動画だとね、あの僕ちょっと任命、大津さんの任命は投資だけでできませんよって話をしていて、でその理由として、政治家女子ボーティエットの規約の、7条の2項かな、はい、で投資に任命権はあるんですけど、その任命というのは、自由に誰を決めるかを、あの自由裁量で指名できるような、まあ、権限は含まれていなくて、でインターネットとか、まあ、あの党員からの投票とかに基づいてやるというような意味での限られた裁量だという話をしたんですけれども、まあまあ、まさにその辺をやろうとしているんだと思いますね。はい、ただ、インターネットとかで意見聴取すること自体は7条の2項にのっとっていいんですけれども、どういう形で意見聴取するかとか、意見聴取した内容をどういうふうにこう採用するのかとか、例えば党員と党員じゃない人でこの、ね、いただいた意見の重さに何か差はつけるのかとか、まあ、いろいろ考慮すべきことはあって、そういうところを、まあ、あの7条2項だと別に定める規定に基づいてとなっているんですけれども、結局そこがないので、まあ、役員会で決めなきゃいけないでしょうというのは変わらないと思いますね。はい、なのでその辺は全然議論せずに、大津さん党首が自分一人でインターネットで意見聴取したんだから、それに基づいて任命するのは OK だというのは、まあ、通らないでしょうね。はい、そうですね、あとは、昨日の動画で若干ちょっと説明がおかしかったところがあって、おかしかったというか、まあ、あの細かいところなんですけれども、総務省に届け出してたのは、多分あの党規約の6条の1項に、代表者党首臨時管理人、あと会計責任者と幹事、について各1名ずつ、にあの役員を置くとなっていて、で6条の2項に、副党首 と、幹事、幹事はね、幹事長の幹事の方の、幹事ですけど、まあ、ちょっと幹事幹事ってちょっと事故った感じになっちゃいましたけど、はい、その6条1項の方だけ多分届け出してたみたいですね。で党首と代表者は県なので、もともと大津さんにしていて、臨時管理人が立花さんの娘さん、で会計監査、あれ会計管理人かなが、立花さん、であと幹事役が、なんだっけ、相原さんっていう方なのかな、はい、なんか相原さんの名前 の字が違うとかいろいろありましたけど、まあそれはいいとして、はい、で、副党首の丸山さんと、当時の副党首斉藤さんについて届け出がなかったんだと思いますね。あとは、浜田さんが政調会長で、多分、幹事なのかな、それは。はい、まあ、その辺の届けがなかっただけで、あの少なくとも、5つの役職で、まあ、大津さんが代表者と党首兼ねているので、4人については届け出をしてたみたいですね。はい、でその届け出は、大津さんのハンコでしてるはずなので、あの3月8日時点でね。まあ、という意味で、あの大津さんが、一昨日だか、丸山さんたちを解任しますと言ったことによって、あの役員がいたことを追認しているという、まあ、話出てましたけれども、まあ、副党首に関しては、まあ、そうなんでしょうけれども、もともと立花さんとか、娘さんとか相原さんが役員であるということ自体は、大津さんはすでにあの総務省の届け出の店で認めているので、そこはまあ覆せないでしょうね、いずれにしても。はい、というふうに改めて思いました。はい、あとね、登記に関して以前いろいろ議論があって、あの意見出てるんですけれども、もう立花さんね、登記には興味なくなったみたいで、まあ、登記なくてももうあのスキームとしてすべてやりたいことができるということで、まあ、登記戻るか戻らないかどっちでもいいみたいな感じになっちゃってますね。はい、確かにそれはそうで、以前ね、お話ししたんですけれども、登記がなくても、まあ、債権者の方の協力も得て、党に入ってくる政党交付金とか、今すでに理想なにある預金口座とかは、債権開始の形で引き出してしまうので、そうすると、まあ、別に登記がないことによるデメリットは特にないのかなと。はい、総務省の届け出が、ね、変わらないと、選挙の時にどちらが、ね、代表を
権があるかというところに争いがあるので、そこはややこしいですけれども、はい、まあ、選挙出るときに立花さん側があの政党の立場で出れるのであれば、まあ、動機とかはこの際どうでもいいんだろうなと思いますね。はい、なんなら総務省の届け出もどうでもいいでしょうね。あの選挙のときにすでに斎藤さん党首として、ね、どっかの補欠選挙認められてるんで、それが次も行けて、政見放送とかを立花さんができるのであれば、もう形式的な届けではもはやどうでもよさそうな気がしますね。はい、で総務省の届け出に関して立花さんが、国民新党の例を挙げてましたね。平成24年ぐらいに亀井静香さんが追い出された話ですけれども、あの時は、亀井静香さんが代表者であって、まあ、党首かな、まあ、党首と代表者は一緒だったのかもしれないですけど、まあ、党首を解任することについて規約には何も手続きが書かれていなくて、でその、ね、国民新党は党員総会という形ではなくて、議員が当時8人ぐらいいたのかな、その過半数で決めるみたいな規約に多分なってたんですけども、その議員総会をどうやって開くかみたいな手続きでは特に入っていない状態で、亀井さん以外の6人が集まったのかな、亀井さんのもう一人が追い出されたんだっけな、まあ、とりあえず議員当時の議員の中では、多数に当たる6人が、全員一致で、まあ、亀井さんを解任したと。で規約には一切規定がないんだけれども、まあ、それはもう民主的多数決で政党内部で決めたことだからということで、総務省もそれで OK としたというような前例があるので、今回も政治党で言えば、議員の2人、斎藤さんと浜田さんが大津さん会議に承諾して、まあ、かつ他の一般の政党の党員の方たちも圧倒的多数で大津さん会議で、斎藤さんが党首に就任するということに、賛同しているので、まあ、総務省はそれに認めざるを得ないんじゃないかなというふうに思いましたね。はい、まあ、唯一論点が、ね、残り続けているのは、国民新党の場合は議決、議員の総会を開く手続きが何も書いていないので、そこがどう考えるかいろんな、ね、解釈が可能だったので、議員みんなで開けばいいじゃないかというのは通りやすくて、で政治党の場合は党首が招集するとなっているので、そこの規約が絶対的なものなのか、そうじゃない形でも許されるのかというところは依然争いが残るでしょうけれども、ただ総務省はそこまで多分判断する立場にないので、総務省の届け出はまあ、通るような気がしますね。はい、あとは、まあ、動機どうでもいいと言いつつ、一応なんか、本葬を予定してるみたいな噂は流れていて、僕もちょっとそこよくわかんないんですけれども、なんか以前、共産党袴田事件を勘違いしてる人がめちゃくちゃ多くて、前回、大津さん側の仮処分の時に、立花さんとかね、あと僕はもう 100% 却下って言いまくってましたけど、司法審査の対象にならないと散々言ってたくせに、今回は申し立てするんかいとかって言ってる人がめちゃくちゃいるんです、めちゃくちゃというか、多少いるんですけれども。なんか YouTuber もまた言ってたみたいですね、男の子っぽい哲学なんちゃらさん言ってたみたいですけど、いい加減ちょっと判例を一回ちゃんと読んでほしいですね。判例は司法審査の対象に一切ならないとは一言も言ってないですよ。はい、原則的に司法審査の対象にはならないと。ただ一般市民法秩序と直接関係する場合には司法審査の対象になると言っているので、その例外に当たるかどうかをまず考えてくださいね。はい、でその例外の一つというのが、大津さん側からの仮処分の時にも書かれていた、登記がまあ間違っていて、その是正を求める局面においては司法審査の対象になると言ってるんですよ。はい、で、まあ、今回大津さん側からの申し立ての時は大津さんが代表者であり、まあ、大津さんは登記上の代表者だったわけなので、登記の是正を求める局面じゃないですよね。はい、で一方今回は斎藤さんは登記がなくて、実態が代表者であるというまあ立場を取っていて、そういう場合は登記を、是正を求める局面にあるわけなので、今回斎藤さん側に代表権があるということを、司法審査の対象としてもらうというのは理屈上あり得るということですね。だから前回の大津さん側の申し立てと、今回の、斎藤さん側の申し立ては状況が違うので、はい、共産党袴田事件による、司法審査の対象になる例外に当たるかどうかというところの前提事実が違うというのはよく理解してほしいですね。はい、まあ、ただそのね、登記の是正を求める局面というのが単純にそういう事情がある上で代表権確認だけでいいのか、登記の移転手続きをせよみたいな形で申し立ての趣旨にしなければいけないかというところは若干ちょっと意見が多分いくつかあって、はい、で多分
今現状、立花さんと村岡先生が申し立てしているのは、代表権の確認そのものを認めるのでもいけるだろうという見解ですね。はい、それはもう通る可能性は全然あると思いますね。はい、僕は登記の移転手続きをせよというような請求じゃないと難しいんじゃないかなと思うんですけれども、ただね、登記の移転手続きをせよという請求って、結構ね、論点がすごくあって、はい、何かっていうと、移転登記請求権っていうのを果たして、実態法上認められるのかっていうのが結構論点になるんですよ。はい、不動産登記の場合は、不動産っていうのは例えば所有権売買であれば売り主買い主が共同申請するというふうな規定が不動産登記法、不動産、登記法上なんていうかにもあるので、実態法上もその売り主買い主はそれぞれに登記を移転する義務を負っているというふうに、解釈できるんですけれども、商業登記の場合は共同申請になっていないので、国に対して登記をするという義務はあるんですよ。ちゃんとね、実態に合った登記をしないと過料も課せられるので、そういう意味で資本上の義務ではなくて広報上の義務として国に対して登記をしなければいけないというのがあるんですけれども、それを当事者同士で、ね、お前はね、俺のために投資を移転しろよ、協力しろよという求めることができるのかっていうのは、これは結構ね、争いがあって、で判例ではいろいろありながらも、商業登記法、商業登記法か、はい、にはそういう司法上の、義務を明記規定しているような条文はないんだけれども、条理上それは例えば辞任してね、したにもかかわらず登記を移してくれないような場合に、その辞めた役員が会社に対して自分を登記から外すようなことをしてくれと言えるというような判例とかもあって、で今回新代表者旧代表者で登記がずれているので、旧代表者に対して登記を移転せよとか、生徒に対して登記をちゃんと変えてくれというふうに言える司法上の、権利義務というのが、条理上発生すると言えるんじゃないのかなというふうに、僕は考えます。はい、ここは明確な判例、多分政党に関してないので、一応いろんな見解があると思いますね。はい、もちろん国政政党の法人格扶養法の7条の 2項にある記名押印というのがあるので、その記名押印というのが判決で代替できるかというのも、一応論点はあるでしょうね。はい、不動産登記法だと共同申請のところ の登記の手続きを取らなきゃいけないというやつを判決で代替できるという明確な規定があるんですけれども、商業登記法、あれ合ってるこれ法律の名前、商業登記の法律ではそういう判決で代替できるという規定が明確にないので、はい、それはさっき申し上げた通り、商業登記の登記の意見に関しては司法上の権利義務というのが明記されていないからですね。はい、あくまでも広報上の義務として、実際にあった登記をしなさいとなっているだけで、当事者関係にないということですね。はい、ちょっと結構技術的な話になっちゃったんですけれども、はい、というわけで、いろいろ見守りたいと思うんですけれども、まとめると、とりあえず大津さんの、今回の声明、はい、インターネットで意見聴取するということ自体はいいんですけれども、そのやり方とか、時期とか内容とか、その結果をどういうふうに参考するかとかについて役員会の、議論をしていないので意味のないものになるでしょうということ、はい、で役員については、総務省の届けの時点で立花さんの娘さん相原さんについては大津さんは既に認めていて、で副党首についても、今回の解任の騒動で、認めたことになるでしょうというところ、はい、あと登記はどっちでもいいけど、一応ね、是正を求めるのであれば複数の考え方があるということ、あとは総務省の届け出については国民信徒の時の、前例を持ってくれば、認められる可能性が高いんじゃないのかなという、そのあたりですね。はい、というわけで以上です。今からちょっと執筆作業頑張ります。
般的に見た事実として、あの、大地さんに辞める形で犯行を教えたという事実があったじゃないですか。あそこで本人が認めて、結局実付けできなかったけど、意思があって、もうみんなに客観的にも見られているのがあるから、あれは法的な拘束力というか、その、まあ、役員の5人の方にも解任を発表されたわけですけども、そこで改めて、まあ、国会さん側はまあもう、王さんが解任されているわけで、その辺が、規約との絡みも含めて、ちょっともう一度、我々の方で受け止めると、今後どうなるのかっていうのを注意していただけると思います。ダリア王さんの、昨日の役員の解任の部分だけでよろしいですね。で、事実ベースで言いますと、まあ、昨日そういう形でツイッター、どうやら本人のアカウントらしい本人か分かりませんが、まあ、通常ツイッターだけ でこういう形のものを出すというのは、普通の当時ありえないんですが、どうやら本人だと言われているアカウントから、まあ、そういうことが出ています。それをアカウントは確認しておるんですが、本人かどうかも。わかりませんというのが現時点の状況です。ただ、まあ、本人だと仮定した上で、まあ、我々とした前提は、まあ、すでに、4月5月各、役員会総会等で大津氏は解任されておりますので何の権限もない、まあ、我が党とは関係ない党員ですらないんですね、一般の方でございます。まあ、そうした意味では別にその方が何を言おうと、まあ何の効力もないというのが大前提でして、まあ、例えなら自由民主党総裁でもない人が総裁だと言い張って、勝手に人事を言っているそれだけの話なんで、まあ、それはツイッターで各部員が放送で好きに書いていただければ、まあ、ただ名誉そうとかないばっかりなんですが、まあ、そのレベルとかはないかなというのは私の、ベースの感想というか思ってますが、まあ、論ずるに値しないというのが大部分なんですが、まあ、一方で例えばそれが本人だとして拘束の部分の説明をということなんで、詳しくは、マリオモダカの、まあ、自分の公式の YouTube でも説明しているので、もしよければそちらを詳しく見ていただければと思います。さあ、端的にこの会見でも説明しますと、役員の全数備任期に関しては第7条 の2項において書かれております。党首と臨時管理人以外の役員については別に定める規定により実施する政府インターネット等の意見聴取等の結果に基づいて党首は任命する。なおその任期は2年とし、辞任と再任を妨げないということです。で、一方でじゃあここはですね、党首が任命するとなってるんですね。で、大体ですね、あの各項を見てもその任命と例えば解任と退任とは全く違う概念ですので、ここでは基本的には党首が任命することを書いているだけなんです。一方で党規則に基づくと12条のように懲戒という形の項目がありまして、党員および党所属議員等への懲戒処分は以下の項目とする。で、免職、停職、戒告、訓告という項目があります。詳しくは私の坂上 YouTube の、ところにもアップしてますし、まあ、あの党ホームページのところを見ていただければこの項目が出てますが、今申し上げた第12条の部分で党員および党所属議員の免職停職というのがあるんですね。皆さんご存知のように所属議員の免職停職だって結局党役職の免職停職でありますので、党役員の、地位とかもこちらが免職停職で読むのがまあ当然で、党所属議員のじゃあ免職って国会議員も党で辞めさせられなかったら別に国会議員は最終的には自主判断で国会で決めることですので、基本的には党員とか党役員の資格に関してもこの免職停職のところで読むことになると思います。で、そうした中でこの12条には誰がどうするっていうのは書かれていないので、基本的には第13条の本規約に定めなく事項については役員会において決定するという形で、役員会において決定せざるを得ません。まあ、総会でもその上に最高責任